どうも、エルザです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライト・プリンセスやっていきたいと思います。さて、今回はね、まず、扇の習得したいなぁと思って、来たんだけど、多分ここでいいよね。あとは、まあ、天空につながるヒントが見つかれば、まあ、一番いいかなぁって感じだね。あ、いた。前に。虫ね、アリを捕まえた。あー、被ってるとダメなんだ。じゃあ、奥義お願いしまーす。またあったな。お前に伝える奥義もあとわずかとなった。以前も中古車したが、今使える奥義も使い方を誤ると、お前自身の命を削る危険な技。はい、覚えまーす。よかろう。居合斬りだね。はい。居合斬りはほんと難しいね。第6、大ジャンプ斬り。大ジャンプ斬りか。剣技の一つであるジャンプ斬り、あれは攻撃力が高く複数の敵の前では有効な技とは言い難い。ジャンプ斬りの構えで剣に力を込め、より大きなジャンプで攻撃すると剣の放つ波動で周りの敵も攻撃することができる。めちゃくちゃいいじゃん。意外とそうなんだよね、ジャンプ斬り良かったんだけど分身絵面がシュールだな。うむ、見事だった。今感じた力を解放するタイミングを忘れてないぞ。第6の奥義、大ジャンプ斬り。確かに伝えた。お前にされるべき奥義も残すところあと1つ。そうなんだね、あと1つなんだよね。お前はすでに勇者に必要な力が十分に備わっている。力に裏付けされた勇気によって一歩一歩真の敵へと向かっていること、お前自身感じているのではないか。自らの力を信じ、ひるまず迷わず突き進むのだ。また会おう。なんかめちゃくちゃなんかセリフがいい感じになってるけど、認めてもらえたってことかな。だいぶね。そういえば記憶って戻ったんかな。女の子の時間かかるって言ってたけど、どうなんだろうね。お邪魔。おお、族長じゃん。いかついな。あんた誰だ。この子の知り合いか。この子の知り合いか。兄さんの知り合いが記憶をなくして困ってるって小耳に挟んだからな。ちょっくら牧師さんに話があって降りてきた頃よ。知ってるんだ。おお、エルザさん、お待ちしてました。何のことですか。朗報です。うまくいけばイリアさんの記憶は取り戻せますよ。テレマさんの知り合いで、シャッドというお方がご存知でしょうか。何でも天空について調べているらしく、石像を見せてほしいと尋ねてこられたので、教会の地下室にお通ししてました。その時、リアさんは自分が誰かに助けられ、その人から天空の杖の話を聞かされたことを少しだけ思い出したようなのです。ゴロンの長老が言うには、記憶の断片をたどってつなぎ合わせれば、失われた記憶を取り戻す方ができるそうです。ということは、助けてくれたその人のところまで彼女の行動を遡っていけば、そこに記憶を取り戻す手がかりがあるはず。確かこの村に来る前は、あのテレマさんに世話になったと聞いています。まずは彼女に聞いてみると良いでしょう。これをテレマさんに渡してください。実は私、どうもあの人が苦手でして。苦手なんか。さあ、エルザさん、ファイトです。ものすごく好意寄せられてたのにね。じゃあ行きますか。
どうも、お久しぶりです。相変わらずやっぱ座ってんだ。おい。イリア元気にしてるのかい？あのレナード牧師ならきっと記憶を取り戻す方法だって見つけてくれるさ。あんたはあんたに今できることをしっかりやるんだよ。ああ、そっか。普通に話したらダメだ。ここで使っておく意味がない。こっちか。シャットが今かかりこ村にいるんだ。エルサも行くなら子供たちによそ見ててくれ。シャットこっち。あ、いや、ここ近い行けばよかっただけか。マジか。天空人の調査で、はあ、かかりこ村へ行ってるからだ。天空人か。うん、お世話になりました。でもさ、手紙渡せって言われたよね。今使っても仕方ないって言われたけど。で、ロックオンしてて使う。はい。いやー、レナード牧師からじゃないの。だけど、肝心な私のことが何も書かれてないじゃない。まあいいや、それより事情はよく分かったよ。可愛いイリアのためは協力しようじゃないか。とは言っても他に知ってることなんて、最初この店にイリアを連れてきたのは、あの時の医者の先生なんだよ。あの先生なら何か知ってるかもしれねえけど、なんせ気難しやだからね。これを持っていきにな、と。魔法の紙。請求書を預かった。町医者が月で飲んだ酒代の請求書。目のくらむような金額が書かれている。早く思い出すといいね。そうだね。そう。まあ、行ったり来たりだな、結果。これこれ。これか。驚いた。エルサじゃないか。奇遇だね。こんなところで会うなんてさ。今日はハイラに伝わる天空人の伝説を調べに来たんだけど、このタイミングで君が現れるなんて、やっぱりただものじゃないね。とうとう見つけたんだ、この石像。親父が残した文献に載ってたのと同じだ。ハイラにはよく似た石像がいくつもあるんだけど、こいつはちょっと違うんだ。確かに中心空いてないもんね。石像の腹を見てごらん。何か書いてあるだろう。これも親父の文献に書いてあったんだけど、天空文字ってやつらしい。開封の言葉にて我を目覚めさせよう。そう書いてあるのさ。そういえばあのイリアって子、君の知り合いなんだって。かわいそうに記憶をなくしているそうだね。彼女が言った天空の杖、僕はきっとそれが開封の言葉と何か関係があるんじゃないかと思うんだ。なんとかあの子の記憶を取り戻すことはできないのか。そしたら全ての謎が解けるのに。な、関係ないんだ。酒場に行くのか。いやでも診療所あれ、これどうやって登る。ちょっと待って、そこはしごある。あるね。ちょっと待った、医者こっちじゃないの。あー、ハイラル城だー。ハイラル城だよー。いやー、マジか。ん？ん？なんじゃい。誰かと思えば一銭にもならんの。ゾーラの子を助けたのに、めでたい兄ちゃんか。何の用じゃ診察か。金は持っとるんじゃろうな。そこであのイリアとか言う娘、わしのこと何も言っとらんかったか。はぁって、支払いはもうちょっと待ってくれ。返す。当てはあったんじゃよ。本当はあの娘が持っていた木彫りの像を売りさばいたら金が手に入るはずだったんじゃ。だけどその像にうっかり薬品をこぼしな、強烈な匂いがついてしまったから、急いで2階のベランダに干したんじゃ。そしたら、盗まれちゃった。まったく人のものを盗むなんて油断も隙間ないじゃろ。それお前が言えるか。
とにかく木彫りの像も金もここにはないから返せんよ。さあ仕事仕事。センス。じゃじゃじゃ乗るんじゃなくて押すの押すの。はいで、匂います匂い忘れて新しい匂い覚えますか。薬品。外でいいの？でもあれだもんな、外か。これあれだっけ？乗る。あ、そうだね。乗って、ああ、それ、細けえな。はい。さあね、匂いを探知していかないといけないから。叫べ、叫べ。これで。どこ続いてる？あれ、こっちだ。いや、猫ちゃん、どうしたの？あんたはリアが持っていったものを探しているんだろう？あたいが医者のところから盗んだなんてよくわかったね。偶然かい？だけど途中で骸骨剣に襲われ奪われちまったんだよ。化け物があんな像を狙うなんて、あの子やばいところにいたのかもしれないよ。奴らは南門出たところいるけど、厄介なことに夜にしか現れないんだ。そして必ず群れで行動する。全員を倒さない限り木彫りの像は戻ってこないよ。あの像はイリアの心を取り戻す鍵なんだ。絶対取り返しておくれ。夜か。お、来た。お前らか。出てきた。不思議な像だね。木彫りの像を取り戻した。リアが持っていたという不思議なデザインの像。で、ついでにゴーストも狩る。いや、意外と夜になるの時間かかったわ。玉ちょうだいと。で、あー戻らなくてもいいんだけど、ワープね。これで、そうだね、これをイリアに見せてっていうところか。さあどう？これは私はどこかで監禁され一緒にいた誰かに助けられた。これはその時私が、私を逃してくれたその人がくれたもの。そうだ、早くその人を助けないと。だけどその場所がどこだか思い出せない。思い出した頃、どこか見覚えがあると思っていた頃、それは昔ハイラル王家に仕えてきたある一族だけを持っていた聖なる像頃。
王家は裏で支えていたため人里離れた場所にひっそりと暮らしていたが、長引く戦乱で一族は滅んだと聞かされていた頃、その隠れ里ならオルディン大橋を越えたラネール地方に通ずる道に、道の途中にあるんだ。ただし随分前に大岩で塞がれて今そこ行けない頃なーに心配するな、こんな時にこそわしらがいる頃。俗称のダルボスが先に行って待っている頃、場所をマップを見ればわかるぞ。さあオルディン大橋を越えたラネール地方に通ずる道まで行ってみる頃。お願いです。私の記憶よりも逃してくれたその人を助けてください、エルザさん。全部の記憶が戻ったわけではないんだ。ワープどのあたり？オルディン大橋だよね。ちょっと待って、普通にマップ、ちょっと待った、もう一回ちょっと話聞こう。あれどこだ。長い石橋を渡ったラネール地方に通ずる道がある。ラネール地方か。ラネール地方、待て、なんとここか。そこしかないね、長い道はね。でも確かに序盤からずっと行けないところだったな、岩があって。確かに確かに言われてみるとそうだ。いやでもその勢いでハイラル城の南部の岩壊してくれんかな温泉水持っていこうもないしね、すぐ冷めるし。こっち。いやこれ天空に行くまでもね、まだまだ時間かかるね。そうだ、天空人がかくまわれてたっていう話だよな。ってなるとスカイウォードソードあたりの話になるわけか。あれ？ここじゃないの？あー、マップ変わってるね。左上ついてるね。マジか、こっちか。いや、変わったね。そしたら、ワープ。上か。そうだな。一回どっか行かないとマークは映らないのか、目的地は。いやー、仕方ない仕方ない。結構な、久しぶりに乗っていこっか。難しいな、エポナの操作。いた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 。
ここまっすぐだね。ゴルディン大橋懐かしいね。ほんと最初の方。来たけどそういうことか。マジか。ちょっと待った、そういうことするか。結果これしんどい。あーマップ通路あったからいけると思ったんだけどなー。あーなんかあったね、岩ね、壊すな岩。これあーそりゃ岩で閉じたら出れんわな。おお。おお。本先が隠れたところ、長老たちは忘れられた里とも呼んでていたごろ。さっきから鼻につくこの匂い、これはある化け物たちの匂いだごろ。絶えず強いやつの下につき略奪を繰り返すハイエナみたいな連中だ。30。いや、多くても20匹ほどだな。どうせどっかで生き延びた三頭がこの里に住み着いただけだろ。これくらいなら兄ちゃん一人で十分ごろ。だけど奴らを倒さない限り、あの子の恩人は助からないからな。最後に奴らと戦うコツを教えてやる。見つかる前にやれ。わかったな。はい。あーなるほどね、見つかる前にやれか。なぜガンマンフ。おい。おい。おい。こう動いて。おい。あ、急にゲーム情報が変わったぞ。あ、ゼルダってそういうゲームだったっけ。あ、でも嫌で。やってしまえばいいだけで。ここあと10体いんのか。これ見つかったらやり直しとかそんなことないよね。大丈夫だよね。あと8体いるらしい。いた。いや、あのね、近場をロックオンしてほしいわけよ。見えない、見えないやつ行くからね。それはあかん。いんのか。こっちからトン、あや
ほっ、調整が難しい。いけた。股間によし。クリティカルヒット。ういあら外した。はい、頭。あと1体は、頭をドーン。だいぶ打ったな。え、おばあちゃん、いや、おじいちゃん。どっち。獣どもの鳴き声が消えた。もしかしてあなたが。おお、救世主じゃ。あなたはまさに救世主じゃ。どうか扉を開けなかったことを許してくだされ。私はこの村に住むインパルという者です。インパじゃないんだ。この、その昔この村をお作りになった偉いお方の名前をもらいました。この村は訳あって王家に仕えた一族が隠れ住んでいた隠れ里です。今は荒れ果て、あのような魔物がうろつく物騒な場所になってしまったのです。失礼ですが、あなたの名前はエルザというのでは。おお、やはり。では、あの子は助かったんですね。よかった。あの子はここに捕まっているとき、いつもあなたが助けに来てくれると私を励ましてくれました。村から逃がしてあげるときも、最後までこの老婆のことを気遣ってくれて。ただ私は王家の命により、あるお方が現れるのを待っているため、どんなにひどい目に遭おうと、この村を離れるわけにはいかなかったんです。そうじゃ、これをあの子に返してもらえませんか？あの子が花見離さず大切にしていたものを、この老いぼれのために貸してくれたんです。エリアの首飾り。エリアを助けたおばあさんからお守りとして大事に持っていた首飾り。エリアの記憶につながる重要な手がかりだ。私が今まで無事得られたのは、それのおかげだと思っております。どうかよろしく、必ずあの子に渡してくだされ。ってことは、シー家族になるのかな？違うか。これどうですか？私、会ったことがある。懐かしい草の匂い。遠い昔、まだ幼かった頃、私のそばにはいつもあなたがいてくれた。エルザ。旅立つ前にあなたに渡したかった。エルザもらってくれる？陶器のまぶえをもらった。イリアがエルザのために作ったまぶえ。エポの好きな草の音色で、エポナを呼ぶことができる。私待ってる。もう心配しないで。
これで完全に記憶戻ったわけだね。天空の杖のこと覚えてる？あれはね、本当は杖を持った天空への使者の話なの。私を逃がしてくれたあのおばあちゃんが話してくれたんだけど、おばあちゃんの里では代々天空への使者が必要とするものを、守っていて、その使者が現れるのを待っている。それは杖を持った天空への使者意外にも絶対に渡しちゃいけないものらしくて、だからあのおばあちゃんは里から離れることができなかった。ねえエルザ、その杖を持った天空への使者って人に心当たりはない？ってことはインパルか。ってことはまたインパルの元に行って杖見せるってこと？ああ結構行ったり来たりだね。で、陶器いつでも吹けるってわけか。ああ考えるとまあまあまあ結構お使いな回だったね。はい、ということで今回ここまでとなります。まあなんとか記憶戻って、天空へもなんとかヒントがもらえるかなという感じだね。まあ、ただただまだ時間かかりそうなんでじっくりやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。